はい。テストテスト、マイクのテスト中、テストテスト、マイクのテスト中です。こちらはアンカーさんから出ております、USB コンデンサーマイク、パワーキャスト M300、パワーキャスト M300 です。収録フォーマットは 24bit、46kHz となっております。いかがでしょうか？テストテスト、マイクのテスト中です。右、左、後ろ、前、テストテスト、マイクのテスト中です。
他の機種と比べまして、フォーマットの違いとありますけれども、お比較としていかがでしょうか。テストマイクのテスト中でした。こちらはですね、アンカーパワーキャスト M300 USB コンデンサーマイクですね。パワーキャスト M300 でした。以上です。はい、テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。こちらはアマーベニアさんから出ています USB マイクロフォン、コンデンサーマイクになります。AM310 となっております。記録フォーマットは16ビット48キロヘルツとなっております。テストマイクのテスト中です。右、左、後ろ、前。はい、テストいかがでしょうか。他の機種とはですね、周波数と異なると思いますけれど、比較としていかがでしょうか。テストマイクのテスト中でした。今回紹介しましたのはアバーメディアさんから出ています USB マイクロフォン、コンデンサーマイクになります。AM310 を紹介しました。以上です。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。こちらはですね、M オーディオさんから出ておりました、プロデューサー USB マイコンデンサーマイクですね、となります。収録フォーマットですけれども、16ビット48キロヘルツとなっております。いかがでしょうか。テストマイクのテスト中です。右、左、後ろ、前。はい、テストマイクのテスト中です。他の機種とはですね、フォーマットと異なるものがありますけれども、違いと比較はいかがでしょうか。テストマイクのテスト中です。今回紹介したのは M オーディオさんから出てましたプロデューサー USB ですね、コンデンサーマイク、プロデューサー USB、こちらを紹介しました。以上です。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。こちらはアンカーさんから出ております USB コンデンサーマイク、パワーキャスト M300。はい、テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。こちらはアマーベニアさんから出ています USB マイクロフォン、コンデンサーマイクになります。AM310 となっております。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。こちらはですね、M オーディオさんから出ておりました、プロデューサー USB マイコンデンサーマイクですね、となります。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中、テストマイクのテスト中です。はい、テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。今回はですね、3本同時に録音しています。1本目はアンカーの M300。2本目がアバーメディアの M310、3本目が M オーディオのプロデューサー USB ですね。この3本をですね、同時に録音しております。設定等はですね、基本的にはフォーマット以外はすべて同じにしております。すべて同じにしております。テストマイクのテスト中です。テストマイクのテスト中です。それぞれね、一部フォーマットが違うところであったりとか、発売年数であったりとか、コンデンサーの違いですね、とありますけど、いかがでしょうか。テストマイクのテスト中です。3本すべて同時、同じ距離でね、録音しております。いかがでしょうか。テストマイクのテスト中でした。以上です。